さあ、まあやっていきますか。よいしょ。いやー、久しぶりだね。配信は声出して。よいしょ。とりあえず1回目、アモアス自体が久々だから練習ですね、1回目。通気孔もメインホール。あ、ちょっと。合ってる。OK。で、シャワー室のタオル拾いの配置をリセマラします。なかなかうまくいきません。で、それ以外はリセマラするものありませんので、どんどん選択していきます。ちょっと待って、ずっと自分の声が聞こえてるのが違和感がある。ミュートしよう。配信の音。よいしょ、OK。久々すぎてルート間違えるかもね。3、2、スタート。OK。 写真現像もちゃんとやって。ちょっとね、久々すぎて喋り方が分かんなくなってんだよね。だいぶ喋りが落ち着いてないと思いますが、ちょっとあんまり気にしないでいただけると助かります。OK。で、ここからシャワー室も出しちゃう。ょ、安定取りすぎたね。ラウンジは3個目。このタスクだけ持ち方変えてやってます。よいしょ。さあ、タコイカの苦手な金庫タスクですね。だいぶ具だったけど一応できた。1221、あ、0221。さあ、一番の受けきた。6、3。ここが3ね。2だったらいいな。よし。3。4。運がいい。5。で、下の側行って。6。
で次が7と。よし、本当にエアシップの RTA のタイムはほぼ詰まってくるとほぼほぼここで決まります。あ、行き過ぎ、だいぶ行き過ぎた。で、ここのダウンロードタスクを先に終わらせます。ベント掃除はここに設定しても大丈夫。おっぷね、めっちゃ攻めたな。あ、こっちか。オッケー、タスクよく下るんでね、これだけうまくいけるといいですね。今回はダウンロードもだいぶ出れてるので、まっちゃんエアシップの記録あるかもしれない。あとはルートを間違えないことですね。0221、このタスクは開く前から ZR を押しとくことによって微妙に短縮していきます。あっぶな。昔はこのダウンロードタスクがもうちょい上側にあって早めにタップできたんですけれども、アップデートで位置調整がされました。確かエアシップっていうマップができてから2個目のアップデートだったかな。そのタイミングでやられましたね。このタスクは早めにレバーを下げすぎると、ちょっとだけゴミが浮き上がってしまってタイムロスになります。273323、よいしょ。で、下側にも電力変換タスクがあるので忘れずに。運が悪いとこうやってちょっとだけ時間を食います。すごいアーカイブの運がいい。221、そしてこれをちゃんと出して、ここの電力変換をやって最後アップロードタスクです。よいしょ。このアップロードのね、パーフェクトのところ、接続問題なしって書いてあるところは、中央から ちょうど円の位置に出てきますので、まあこのスマホを回転させてればどこかにあります。だから横にブンブン振っても
けづらいので回していきましょう。ちょっと説明が下手だな。これは僕が発見したと思ってたら海外勢はすでにやってました、はい、僕が海外勢の動画を見て気づいていなかったっていうことです。よし、スケルドかな次は。お、ちょっと巻いてる。観光、あ、スキコどこでもいい別に。やばい、手がかじかんで動かねえ。スキコは別にどこでもいい。どこ、管理室か、オッケー。たまにある怖いのはですね、ここでタスクを設定し忘れてることですね。お、いい。まだまだまだ。まあ、いいや、来たならやっちゃえ。来たならやっちゃえ。まだだけど、来るタイミング間違えましたが、来ちゃったのでやっちゃいます。本当はもっと後に来た方が早いですね。ただまあ戻る必要はないのでやっちゃいます。よいしょ。咳がね、まだ若干出ますが、こんなんいつまで、あとまだ数瞬間かかると個人的に思ってるので、そこまでは、配信やらずにいるっていうのもあれなんで。さあ、タコイカの期待なタスクです。スティック傾けて、その傾く角度で場所が決まるんですけれども、これがなんとよく思ってる方向と違うところに傾いていくんですよね。それでミスって20秒ぐらいロスっていうことがたまにあります。恐ろしい。ちなみに1個前のタスクをやった直後に次のタスクを終わらせると、少しだけ、少しだけじゃない、違う、タスク完了の表示が出ないっていうちょっとしたバグがあるんですけれども、バグか仕様かは知らないけれどものがあるんですけれども、実際にはタスク完了ができているので問題ありません。よいしょ。1、1、1。あっと、よいしょ。ちなみにあのシールドルームのタスクは
真ん中と右上は絶対あるので、とりあえずその2つは終わらしてから、タスク開いた瞬間に終わらして、その後に他のやつをやっていくっていうのが反応しやすくていいのかなと思います。ゴミ捨てはちゃんと、ゴミを拾った回数分やります。ダウンロードタスクは、タスクが終わる直前に、タスク画面を閉じて次のタスク開くタイミングを早くして、ちょっとずつタイムを短縮していきます。ただし攻めすぎるとミスの原因です。めっちゃ攻めたな、今危ない。ちょっと今のチキリすぎですね。よいしょ。さあまあこれですけれども終わりです。次はミラ。観光を引いておかないといけない。さあ、本来は上の、自販機のやつからやった方が早いんですけれども、完全に忘れておりました。通気口掃除、温室ですね。温室のベントは忘れやすいところにあるので忘れないようにしときましょう。さあ、配線修理はロッカールーム、攻めチャートか守りチャート、どっちを使うか。90秒待ちタスクがあるので、とりあえずこれを先にやっておきます。なんとあれショートタスクです。攻めますか。ギリギリで開くと、除染してる間に行くことができます。はい、ちょっと待って、あとにしよう。あっ、タイムロス3秒ぐらい。あ、怖。立ちゃ。しばらくやってねえと忘れますね、やっぱり。90秒待ちタスクが終わってますので、それをまずやりまして、その後いろいろ、ここなんていうっけ、ドロップシップじゃないな、まああそこのタスクを終わらしていきます。今のタスクは早めに閉じると、悪い目に遭います。スキャンするタスクですね。
B さん。ここのダウンロードタスクは、ダウンロードするだけです。あ、違う、アップロードか、ここは。アップロードだけしています。10秒待ちですね。39466。よいしょ。さあ、ベント掃除が少々面倒なところにありますので、先にこっちを終わらして、ベント掃除に向かいます。ちょっとだけ早い、ボーラス次第ですね。ボーラスはもうタスクの設定する順番とかは関係ありません。配線タスクは別にどこから始まってもポーラスはいけますので、特に問題ありません。一応理論値は除染室がいいんですけれども、まあそこまで気にする必要はありません。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。危なっ。ちょっとラグった。ほい、うん、ロッキー議論チーた。確率は21分の1だったかな。場所覚えてた、えらい。理論値って言い方おかしいな今更だけど、でも一番いい位置ですね、あれが。ラグるのやめてくださいよ。まあポーラスにはね、この運ゲーがあるので。あっと、危ねえ、忘れとかった。あの迷路が複雑だとタイムロスです。ただ開き直しでリセットできるので、あまりにも複雑だったら今みたいにリセットしても OK です。あのタスクはパソコン版でもモバイル版でもコントローラー版でも運用素がありますが、コントローラー版は、1秒に4個ずつしか進めないので、4個ずつ、4ブロックずつしか進めないので、そんな少なくない？ 6 か、6だ。コントローラー版が一番運用素の被害を受けます。
ちょっと喋りが下手だな。ブランクの影響ですね。ちなみにこのタスクは、終わった後も回し続けることによって水の増える速度が速くなってるはずです。昔検証したけど確か正しかったはず。開き直し大事で、60秒待ちタスクを起動してから下に行きます。おっと、1個スルーしてしまった。もったいない。さあ、ダウンロードタスクをやっていきます。ここの運が大事ですね。いい周期を引けるっていうのが記録の条件な気がします。あー、これは悪い周期。もう一周します。まあ悪くないな。いい感じ。4,5,6,7,8,9,10,11。まあ良くないな。たまにコントローラーが反応しないことがあるのがちょっとネックですね。このタスクはタスク開いたまま A ボタン長押しで、そのまま行けます。タスク開いたボタンのまま。オッケー。ん、いい周期じゃない。いい迷路いい迷路まあいいや。危ない、ロッカーに引っかかるとこ。これ多分自己ベ更新世界記録ですね。やった。久々に走った一発目で更新できるとは思ってなかった。